世代事業創造実践というプログラムを我々は実施しておりまして、徳島大学招聘教授の村口和孝先生がプロデュースされている事業になってます。村口先生はですね、DNA であったり、武士労働であったり、数々の事業を、上場させてきた、ベンチャーキャピタリストの方になってまして、先生、その村口先生による、企業体験プログラムというところをですね、徳島大学でも実施しております。この授業なんですけれども、徳島大学産業院我々の次世代事業人材創出プログラムというプログラムを実施してまして、そのプログラムの一環になっております。で、このプログラムなんですけれども、顧客ニーズの理解、ミッションの気づきと探求、企業、社会システムの理解と実践というところで、徳島大学から新しい産業を創出できる、新しい人材育成に取り組んでいるプログラムになっています。で、そのプログラムの一環としてこの授業がありまして、次世代事業創造実践と少しちょっと似たような名前で分かりづらいかもしれないんですけれども、この授業は実際に企業株式会社であったりを作るっていう一連の流れを模擬で実施しているっていうところになります。で、2019年度は実際に文化祭の模擬展で実施してたんですけれども、2020年からちょっとコロナの影響でさつき祭ですね、5月にある徳島大学の、ミニ文化祭ですけれども、それがちょっと中止というところで、EC による事業実践というところに変更して、今日まで毎年やってまいりました。で、この事業の流れなんですけれども、チームビルディングを8月中旬に行い、で、8月後半には事業検討をチームで行ってですね、で、模擬ですけど、定款の作成であったり、登記であったりっていうものをやっていきます。今、このステップで4段階目の事業準備の段階なんですけれども、10月初旬から、学生たちの事業が始まりますので、この後ちょっと2社、模擬株式会社がありまして、それぞれにちょっと事業内容をプレゼンテーションしていただこうと思います。それではまずはじめに、模擬株式会社アリンコのプーモアの林佳林代表に、はい、お願いします。それでは発表の方をさせていただきます。私は徳島大学の総合科学部2年生の林佳林と申します。私たちは、私と同じ世代の女性に自信や勇気を与えられるような授業を提供したいと考え、手に届くきらめきで日常を美しくという経営理念のもと、元に模擬会社アリンコを起業することになりました。経営チームはこちらになってます。資料の方また見ておいてください。私たちと同じ世代、特に地方に住む女子学生というところにターゲットを当てて、そういう私と同じ地方に住む女子学生は、可愛い服を着たいだとか、個性のあるファッションを楽しみたいとか、毎日同じ服を着ていると思われたくないという考えがあるのにもかかわらず、お金が足りないという問題があって、例えば、河村学長が行っているクラウドファンディングのタクス応援プロジェクトでもあるように、例えばコロナウイルスが影響して食べるものにも困っているような学生たちもいるので、私はその人たちにとってお守りになるような存在になるハンドメイドのアクセサリーを作るためにプーモアというブランドを作ることを考えました。で、ブランド名のプーモアは、フランス語で私のためにという意味になっています。経営理念の手に届くきらめきで日常美しくから、そのブランド名をつけました。で、商品は、今私が身につけている、イヤリングとか、こちらのリボンを販売しようと思っています。フレンチガーリーという、今私が着用しているような服装のジャンルのアクセサリーを販売するんですけれど、私は以前から自分の世界観だとか、センスの部分を発信したいという思いが以前からあったので、その思いからこのジャンルのアクセサリーを販売することにしました。私は、ハンドメイドは初挑戦ですので、インスタグラムなどの SNS などを通して、その様子を発信したりして、成長する様子を
お届けしております。商品の販売の方は明日の9月28日の7時から開設の EC サイト上をメインとして、あとは10月に行われる大学祭などでの出展の予定もございます。今後私たちのアクセサリーで多くの女性が前を向いて生きられることを目指して活動していきます。ご清聴ありがとうございました。続きまして模擬株式会社アンアンの代表の立石さんよりプレゼンテーションさせていただきます。私たち株式会社アンアンですけども、ローマ字で書くと ANAN ということで、僕の出身地である阿南市が由来となっている会社名であります。阿南の食を広めることがアンアンのコンセプトです。食っていうのはありきたりですけども、人の体を作るものであって、特に子育て世代に関しては子どもの体作りというのもきちんと考えて選ぶ責任というのを持ってほしいと考えています。そこで私たちは地元阿南の観光農園であるサニーズファーム様に今回ご協力をいただいて、このジャムの提供をいただいております。そこで私たちが提供するサービスはこのように、子どもの写真を主に想定しているのですが、お客様の好きな写真をジャムの瓶にラベリングして販売するというサービスを提供したいと考えています。この写真ですけども、僕の妹の七五三の時の写真なんですけども、今七五三の撮影とかが、盛んに行われていますので、そういうのもターゲットに考えております。サニーズファーム様の紹介なんですけども、サニーズファーム様は阿南で運営されている観光農園で、低農薬で希少イチゴを栽培されていて、それを主に使用したジャムなどの商品を販売されていらっしゃいます。今回のプロジェクトを通じて少しでも阿南市に貢献したいと考えているので、株式会社アンアンよろしくお願いいたします。